ノワジー・コール・ルイ・コール・グランは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。ノワジー・コール・ルイ・コール・グランは、ニュータウンである、マルグラ・バレに属する、ポルトド・パリ地区に含まれている。現在名詞として用いられるノイジーはかつてすべて、節字のマイナスを組むがついていた。1089年にノワジー・コール・ルイ・コール・グランは、ノーシャカムと呼ばれていた。ノワジーは、 ノショスという個人名に由来すると考えられており、中世ラテン語のヌシートムは、かつてこの地にあったクルミの木に由来する。ルグランドとは、ノアジーに王の館があったという故事にちなむ。ノアジーイコールルイコールグランは、マルヌ川に面した突端の上にある、非常に古い都市である。ラブーフという聖職者が伝えた伝承によれば、ローマ人は征服した、カリア人に、 多くのクルミの木をこの地に植えさせたという。ラテン語で、クルミは、ナックスという。実際、ローマ人は、ガリア人の抵抗にあって幾度も進行、退却を繰り返しているので、クルミを植えさせるため従属したのではない。6世紀のノア人イコールルイコールグランは、メロビング町の王キルペリック一世の邸宅がある、ことで有名だった。トゥールのグレゴリウスによれば、ネウストリア王妃、 フレデゴンでは、夫キルペリック一世と繊細の子である、クロビス王子を、ノワジーに遊兵して殺害したという。王子の遺骸は、教会の日差しの下で焼かれ、灰は、マルヌ川へ巻かれたという。1060年、アンディ一世は、ノワジーを、サンマルタンイコールデイコールシアン修道院へ寄進した。1709年に、ノワジーの荘園は貴族へ売却された。19世紀、 この地で行われていたワイン用ブドウ栽培はフィロキセラウイルスの流行で下火となった。1841年から1860年に、かけ、小学校や市役所が作られた。1870年の不仏戦争では、ノアジー住民は首都へ避難している。1878年、ノアジーにビリエール砦が作られた。20世紀初頭まで、ノアジーは、 電園の集落に過ぎなかった。1901年、路面電車がノアジーへ敷かれて状況が一変した。これでパリで食を持つ労働者たちの輸送が可能になったのである。それとは反対にパリジャンたちが日曜日にノアジーを訪れて電園風景を楽しむようになった。ノアジーはマルヌ川沿いにカフェが立ち並び、狩猟が楽しめる観光の街となった。 1930年代、郊外の都市へと変貌していった。ありがとうございます。